ヒステリシスとは、ある系の状態が、現在加えられている力だけでなく、過去に加わった力に依存して変化すること。履歴現象、履歴効果とも呼ぶ。ヒステリシスとは、加える力を最初の状態の時と同じに戻しても、状態が完全には戻らないこととも言える。例えば、男性変形の限界を超えて伸縮したために、蘇性変形が加わったバネのような事例である。 ヒステリシスを持つ系では、K の状態を見ることにより過去に加えられた力をある程度推定することができる。このため、ヒステリシスは記憶と考えることができる。実際、下記の磁力によるヒステリシスを利用した記憶装置はテープレコーダーをはじめとして極めて多い。ヒステリシスの語は古典ギリシア語で、不足、不備を意味するシグマタウロをイいタシグマ用だ、ヒリシスから生まれた。 この現象は、ジェームズ・ユーイングによって、1890年に定義、命名された。本来は、ヒステリシスの好みで、ヒステリシスという現象を意味するが、日本語では、ヒステリシス現象と表記することも多い。また、履歴現象と表記する場合もある。電磁石に交流電流を流した時の磁気ヒステリシス、誘電体に交流電圧を加えた時の、 誘導ヒステリシスなどが知られている。ヒステリシスによる損失をヒステリシスゾンと呼び、電気エネルギーが熱として失われる。その他に、男性ヒステリシスなどもある。ヒステリシス曲線、外部磁場と磁化のグラフ。原点から、磁場をかけると磁化が飽和する。磁場を例にしても磁化が残留する。ある程度の逆向き磁場をかけると、磁化例になり、さらに磁場を強めると磁化は、 反対方向に飽和する。磁性体は磁界の中に置かれるとそれ自身が磁石になる。これを自家と呼ぶ。磁界を強くしていくとどこまでも磁化されるわけではなく、ある一定値で飽和する。この値を飽和磁化と呼ぶ。その飽和している時点から逆に磁界を弱くしていくと、磁化はなかなか弱くならず、逆方向の磁界のある値のところで磁化が0になる。 この時の磁界の大きさを保持力と呼ぶ。このように、磁性体の磁化は、磁界を強くするときと弱くするときとでは別のルートをたどり、特徴的なループを描く曲線になる。この磁場を逆方向も含め交互にかけたときの磁化曲線を、磁気ヒステリシス曲線と呼ぶ。縦軸は、時速密度 b イコール iμh であり、横軸は h である。 当時率 μ は b イコール μh で定義されるのでヒステリシス曲線の勾配が当時率になる。このヒステリシスループを一回描くごとにそのループで閉じられた面積に相当する分だけのエネルギーが外部の次回から次生体に供給される。その時気エネルギーは熱エネルギーに変換される。なお、この方は化は温度が高くなると徐々に低下し、 磁性体の元素蘇性に応じた一定温度で磁性体でなくなる。この温度をキュリー温度と呼ぶ。ありがとうございます。